はい。はい。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。サベンジャースクールビルノブポズモン担当の中澤です。よろしくお願いします。はい。そうですね、運動不足解消というテーマでやらせていただいてるんですけど、毎回こういろんな質問を考えたりするんですよね。で、まあ今日は自分の体、そもそも自分が好きかっていう、自分の体で好きなところありますか？全部好きとか、この子は好きだなとか。で、お腕のこの辺。面白いね、マニアックだな。ちょっとピンポイントだけど。なかなかいないね、それ。俺も今どこだろうと思った時、ここかなっていう、なんか。なるほど。ケントさんありますか？指とか？ああ、指ですね。いいですね、うん、女性は。指が大切ですしね。まあなんでこんなことを聞いたかっていうと、はい、まあ、トレーニングを通して自分の体をもっと好きになってほしいなっていうか、体を好きになることでやっぱり体型も変わりますし、どんどんこう変化してくるんですよね、うん、やっぱり自分の体が好きになると変化は起こらないですし、まあ、僕自身も太ってた経験が田村さんは知ってると思うんですけどあるのでやっぱり痩せてたりとか体つきが良くなってくると自分に、まあ、ある意味自己肯定感みたいなのが上がってきたりとかしますし、まあ、それはやっぱり続けてずっと身長を入れてるので自分がここまでできるんだっていうだんだんステータスみたいなのが上がってくるんですよね。なんかゲームでいうレベルアップをしていくみたいな形になるので、うん、やっぱりここが好きだなと、ここはちょっと自分の中であんまり、まあ、お腹とかは分かりやすいですけどね、そういった時になんかこうそれが好きになるためにやっぱりじゃあトレーニングちょっと頑張ろうかなとか、食事ちょっと制限しようかなとか思ってあげると結構いいかなっていう。なのでよくダイエットする時ってその理想の体を見て携帯の待ち受けにしたりとか写真貼ったりとかっていう風に、視覚からそういう、要は自分がなりたい体ってことは好きな体ってことですね。逆に言うと自分の体が好きになればいいわけなんで、そういうイメージで、まあ、体の声を聞くのもそうですし、自分の体が好きになれるっていうのを、ちょっとテーマに置きつつ、トレーニングにやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。では、音声ミュートにしていただいて、これからスタートしていきましょう。よいしょ。では、ストレッチからやっていきます。右足を前に出していただいて、左足はベルトン見てます、手前の前にして上に上げていって、耳を通過したらぐーっと後ろに取っていきます。これが1回、1、はい、ですね、後ろに2、呼吸を止めないように指で円を描きながら息を吐いていきます。ぐーっと吐いて5、はい、OK。 ではそのまま右手を開きます。後ろに向くような形ですね。1、後ろに2、3、吐いて4、なっていきましょう。はい、OK。 では反対、左に変えます。前習いをして右に上げていきつつ、ぐーっと取っていきましょう。上げて2、後ろの足はペトッと地面につけちゃいます。3、腰を閉じるにも背中をぐーっと倒していきます。2、ラスト、はい、OK。 では左手後ろに持っていきましょう。しっかり指先も見ていきます。2、3、
ち。はい、OK。ではもう一度右に変えていただいて、両手を後ろについて、ももの後ろから膝裏ふくらはぎ伸ばしましょう。そして前に行って左手ついて右手を上げます。1、はい、後ろ、前、2、後ろ、前、3、この2回いきましょう。後ろ、前、4、5、前、5、はい、OK。 では反対いきましょう。左に変えて後ろに倒す、前についてこれいきます。1、後ろ、前、開く、2、後ろ、前、3、伸ばしていきましょう。今日は立ってやります。立っていただいて両肘を膝の上に乗せます。この時つま先ちょっと外向いても OK です。で、体を前に倒さないように胸を前に向けてつま先上げます。1、2、3、つま先上げて4、そうそうそう、5、6、7、ラスト8、 OK。 で、今度はこの状態のままお尻で8の字を書きましょう。お尻を振って股関節伸ばします。よいしょ、はい、3、4、5、ラスト、はい、OK。 いいですね。ここお尻周り伸ばしてきました。じゃあ全身ちょっと動かしましょう。両手を床について、膝しっかりペタッと全部地面につくように膝軽く曲げます。このまま前に手をついて進んでいきます。1、1、で手で戻る、1、1、1、で、もう一回いきます。1、1、1、1。で、今度は足を前に持っていきましょう。はい、OK。はい、ではウォーミングアップはこの辺で、水を入れていただいても全然構わないです。ではトレーニングの方にちょっと移っていきましょう。今日はメインは体幹ですね。お腹周り、体の軸を作るトレーニングをやっていきます。ではですね、まずはファーストステップですね。普通に四つ這いになっていただいて、手は肩の真下、肩幅ぐらいに開いていただいて、膝を少し後ろに下げる、で、ラスト、できる方はこの足をくるっと上げちゃいます。そう、ちょっときつい方は足噛んでいただいても全然構わないです。もしくは死に足にしてもこちらでも構わないです。で、この状態で右手をアップします。いきますよ、レディー、はい、上げてスタート。あ、いいですね。お腹を意識して、息を吐いたときにおへそをぐるっと背骨の方に近づけましょう。3、2、1、はい、戻します。手のきつい方は、手がちょっと前に出てしまっているので、自分の近くまで持ってきてください。グッと。で、今度反対いきますよ。この状態から、この姿勢を変えないまま左手上げて、はい、スタート。
まあいいですね。呼吸を止めないように。3、2、1。はい、OK。戻しちゃいましょう。では今度は足をついていただいて、ちょっと足を肩幅に広げます。で、お尻を少し後ろにでっちりの状態にして、このまま膝を地面から浮かせます。そう、これでキープします。スタート。もうちょいお尻引きましょう、後ろに。そう、体がこう丸くならないように。そう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 。3、2、1、はい、ブレイク、OK。いいですね。これもう一回いきます。なるべくこういう風にならないように、この辺まで下げる。膝をギリギリ、地面スレスレぐらいまで持っていきましょう。ではいきますよ、レディー。はい、もう一度いきます、アップ。そう。呼吸を止めないように。3、2、1、OK、いいですね。だいぶいいので、少しちょっと負荷かけていきましょう。プランクという動きですね。肘をついて、体の近くに肘を持ってきて OK です。で、足を伸ばします。こんな感じ。で、お腹を落とさないように、一直線になって、背中を丸めないように下げて、この動き、いきますよ。レディー、スタート。自分の背骨にまっすぐ線が入っているようなイメージですね。3、2、1、OK、いいですね。素晴らしい。では次いきます。次は今の状態から右足を地面から離します。で、きつい方はさっきの状態でキープをやっていきます。大丈夫ですか？いきますよ、レディー。はい、まず上げて、はい、右足上げて、キープして、上に上げるというよりも後ろに伸ばすようなイメージで OK です。3、2、1、はい、OK。 次はこのまま左行きます。レディー、上げて、はい、左伸ばします。パト、次止めないように。3、2、1、はい、OK です。いいですね。今のはお腹周りと、まあ、片方ずつのこのリンクを使っていく形ですね。では次ちょっと動き入れていきます。この状態で最初はお尻です。四つ這いになってこのお尻を使っていきます。こうですね。このまま外に膝を開く、90度を開く。この時に左に上げてない方の支えてる方の足にずれないように、このまま上げる。膝、肘も曲がらないようにですね。外に開く。そう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 、ここを使います。じゃあ10回いきましょう。レディー、はい、アップ、1、ダウン、アップ、2、はい、アップ、3、アップ、4、アップ、5、アップ、6、アップ、7、アップ、8、アップ、9、
ラスト。はい、OK、ナイスです。今度反対いきますよ、左足。反対側を足いきましょう、左足ですね。この四つ前になって、膝を外に開く。膝を外に開きます。はい、いきますよ、レディー。はい、アップ、1、そう、2、いいですね。3、そう、お尻立て、4、そう、5、そう、膝を上げる、6、し、しっかり止める上で、そう、8、9、ラスト、はい、OK。地味なんですけど、結構きつくお尻の練習ですね。次はこの大臀筋、上のお尻ですね。お尻をぐっと引き上げてくれるところのトレーニングやっていきましょう。仰向けになっていただいて、足は肩幅よりちょっと広くスタンスを取ります。こんな感じですね。手のひらは上いきます。で、この状態でお腹は上にぐっと引っ張られるような感じですね。はい、このままアップ。そう、骨盤をぐっとまっすぐ上げます。腰が反らないように気をつけましょう。お腹もしっかり力を入れて、はい、ダウン、はい、アップ、2、はい、ダウン、アップ、3、戻す、し、呼吸止めないようにします。え、アップ、5、6、ダウン、7、よいしょ、8、9、ラスト、10、OK。で、そのまま足閉じましょう。膝もくっつけていただいて、次はお尻の付け根、ももの付け根のあたりですね。この辺いきます。同じ姿勢から足を閉じながら上げる。1、そう、内転筋も使います。アップ。ナイス、2、アップ。3、アップ。4、よいしょ、5、アップ、6、アップ、7、よいしょ、8、もう一丁、9、ラスト、上げて、はい、OK、ナイスです。いいですね。では、次は、股関節の腸腰筋というですね、足を上げる筋肉、まあ、大体階段とかを登らない限り、足を上げることっていうのは非常に少なくなってくるので、そこのトレーニングをちょっとやっていきます。で、これは、寝ながら、筋肉でも構わないです。できる方はこの状態にして、片方の足を伸ばしたまま、こっちを曲げる。おへそまで膝を持ってきます。へそまで。で、これが、こういうふうに足が曲がらないようにですね、膝とつま先がまっすぐ自分の方に持ってくるように、こうなったり、こうなったりしないようにですね、まっすぐ膝は胸の方に取るように、おへそのところまで持ってきてください。で、戻す。で、もう一度。ちょっとやってみましょう。こっち、肘つけでも全然構わないです。グッと。グッと。そう、できる方は足を伸ばして、グッと。いきますよ。そう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 。はい、1。しっかり持ってきて。はい、反対。はい、逆、2。そう、まっすぐ持ってくる。はい、3。そう、この付け根意識。下腹部と C、はい、5、切り替えて、はい、6、よいしょ、はい、7、
いいですね。はい、8。腰を反らないように。はい、9。ラスト。10。はい、OK。いいですね。このお腹、ちょっと深いところですね。奥の筋肉をちょっと強化してます。OK。じゃあ、今度は横の腹筋ですね。この横にはみ出てくるところの横の腹斜筋という筋肉と、お尻を一緒に刺激していきましょう。肘をついていただいて、両膝を曲げます。肘の位置は肩の真下ぐらいですね。遠くなったりするときつくなったり、なるべく自分の近くの方が楽になります。手がない場所ほど上げやすくなりますので、そうコントロールしましょう。で、膝曲げたものを後ろにまず引きます。ぐーっと。骨盤と体が一直線になるような感じですね。で、この下の骨盤を後ろに。そうです。で、まずここを上げていただいて、この横の腹筋を使います。手を前にして、足を伸ばす。これでキープします。そう、はい、スタート。足は、まっすぐよりもうちょっと上げるぐらい。30度上げましょう。下の腹筋とお尻にかけ。3、2、1、OK! では次ですね、ちょっと内転筋って内側筋肉も深く付けていきます。肘をついて、自分の近くに持ってきていただいて構わないです。ちょっと負荷強いので、なるべくシャブでやっても全然問題ないです。で、今度は上の足、こちらで体を支えます。背の足も上げて、こんな状態ですね。内転筋を使ってキープする。ちょっと上げてみましょう。遠いとすごく大変になっちゃうので、自分の近くで。で、下の足は前に持ってきます。少し曲げる。これでキープしましょう。体がつむじにならないように、まっすぐやります。こっちの足で、そう、さ、そう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 、スタート。頑張って、行きましょう。こちら15秒いきます。3、2、1、はい、OK! 内側ですね。大転筋のトレーニングです。OK、では反対行きましょう。今度は肘つきになって、両膝曲げます。はい。先ほどと同じように後ろに引いて骨盤を引く。肘が自分の体に近いほど楽になりますので、コントロールしながらやっていきます。で、まず上げる。で、伸ばして伸ばす。どう？はい、伸ばしたらスタート。では上じゃなくて、真横で、まっすぐでいいです。しっかりこの横の腹筋とお尻使った意識、3、2、1、はい、OK! では今度は、また先ほどの内側のやつですね。ちょっとこれ深く強いので、コントロールしながらやっていきましょう。できる限り、まあ、全部15秒できなくてもいいので、できる範囲で頑張っていきましょう。レディー。はい、アップ。そう、キープ。3、2、1、OK でーす。いいですねー。はーい、まあ。このような形で、ちょっと今日はお尻周りと、まあ、体幹周り、ちょっと負荷も、強度をちょっと枠を持たせてやっていきました。だいぶ続けていただいているので、同じ負荷でやるよりも、少しちょっと負荷をかけていくと、より体の強度が上がってきますので、こんな感じでやってます。はーい。で、最後、3分ですね。はい。トレーニングやっていきます。でちょっと今日は下腹部ちょっと意識しましょう。最初は、ちょっと、
下腹部の部分を刺激を入れて、まあ、3種類やっていきます。まず1種類目が、この状態で足を自分の方に近づけて上に足を上げる。で、戻して、これで1回です。持ってきて、伸ばして、戻す。持ってきて、伸ばす。こんな感じです。これが1回。で、もう1個は、体を起こして、足を伸ばしキープします。できる方は、こうやって動かします。これが2回目。で、3つ目は、伸ばして、20度ぐらい下げます。上げます。下げる。上げる。こういう形で全部カップです。まあ、寝ながらやりますので、3分間できる方は3分、1分か、厳しい方はそのグリーンができる範囲でやっていきましょう。では上向きになっていただいて、いきますよ。5秒前。1、2、1、はい、上げて、上に、そう。よし、完全に寝ちゃっていいでしょ。そう、アップ、アップ、上に突き上げて、そう、蹴り上げる、膝上げて、蹴り上げる。はい、次は足伸ばして体を上げてキープ、もしくは動かす。よし、よし、クロス、クロス、よし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 、いいですね。よし、よし、よし、よし。はい、次は上に上げて、下げて、上げる。寝ていいですよ、これは。さあ、一、一、膝を伸ばして、よいしょ。下腹部意識。はい。よいしょ。はい、膝を上げて、アップ。アップ。アップ。さあ、上がっていきましょう。ふ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 う。タップ意識して、ハンドつかないように、はい、横に切って、動かしていきましょう。一、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 クロス。はい。はい。ふう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 。はい、頑張りましょう。もう一回。はい、上向き。この状態で、一、タップ。タップ。呼吸止まり、はい、頑張りましょう。よし、よし、ふう、ふう、はい、ラスト、アップ、アップ、はい、最終セット頑張りましょう。はい、はい、ハーフ意識、はい、ふう、ふう、ふう、うん、はい、起きて動かします。はい、ゴーゴー、はい、ゴー。さあ、次はラストですよ。最後まで行きましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、両手、はい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 、最後バックを持続的に刺激します。よいしょ、膝を伸ばして、なるべく曲げない。反動つかないように。さあ、ふう。ふう。一、二、はい、オッケー。はい、お疲れ様でした。ちょっと下腹部、かなりハードだったんですけど、下腹部は刺激してあげると便秘だったりとか便通も良くなったりしますので、まあ、これは結構おすすめです。はい、お疲れ様です。で、最後ちょっと、クールダウンですね、やっていきましょう。今日はちょっとお腹周り、もも前、股関節をちょっとやったので、そこをちょっと中心にストレッチしていきましょう。寝ていただいて両足を曲げます。
で、下の足を自分でロックします。こんな感じですね。で、右手で足首持って、膝を後ろに引きます。ずっと膝を後ろに引いて、そうですね。タモさん、あの骨盤がこうなっちゃってるんで、体をこっち側に、そうそうそう、下の骨盤を後ろに引いてください。そう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 。で、膝を後ろにぐーっと持ってくる。そうすると、ももの前が伸びます。はい、OK。では、反対向きになって、同じように、片足に抱えて、足首に持って、膝を後ろにぐーっと伸ばして、ももの前伸ばしましょう。じゃあそのまま仰向けになっていただいて、右足を自分の方に持ってきてですね、左側に倒します。左手で手のひらで膝をぐーっと下に置いていきながら、こちらの肩が上がらないようにしっかりつけていきます。お尻ですね。はい、またです。左足を持ってきて、右手の膝で右側に倒す。肩が上がらないように気をつけましょう。お腹伸ばしましょう。うつ伏せになっていただいて、両手をまず肘つきで自分の方向に近くに持っていただいて、手をついてこんな感じですね。で、体を反りつつ自分の手をおへその方に近づけて、で、開いても OK です。ぐーっと体をちょっとずつ反っていって、で、骨を一個ずつ取るような形ですね。で、顎を上に上げていきます。なるべく骨盤は地面につけてくださいね。そう、そしたらそのまま一回楽にして、顎を戻して横に下半身は向かないままぐーっと左を向いていきます。右の腹筋が伸びてくると思います。はい、反対いきましょう。1、1、1、1、肩にお力入れないようにぐーっと少しでもいいです。はい、では戻してって手袋ついちゃいます。で、このまま右足を反対側にぐーっと倒していって、背中から腰伸ばしましょう。はい、反対です。ぐーっと伸ばしていきましょう。はい、OK です。はい、では音声のミュート解除お願いします。お疲れ様です。大丈夫ですか？はい、お疲れ様です。ちょっとあのレベルですね、いろいろ負荷をかけつつ、まあ、腹筋は結構下腹部メインだったんで、うん、かなりおつらかったと思います。バック部は本当に意識しないと全然、力が入らないですし、お腹が出てきてしまうと重みで内臓が骨盤の中に入ってしまうので、骨盤が開いてきちゃうんですね。なのでしっかり下腹部の腹筋に力を入れて押し上げてあげないと。これ美味しい？
で、まあ、そういうところもちょっと意識的に、まあ、毎日3分追い込むのはきついので、あの時間見て20秒だって30秒ああいうトレーニングをやってあげると、あの少しお腹の状態だ、消化だったりとか便秘だったりとかっていうのもなりますので、ちょっとやってみてください。はーい、はーい。ではそうですね、まあなんかこういうことやってほしいとかありましたらいつでもお受けしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。質問があります。質問またよろしくお願いします。聞こえてなかった。はい、あ、あ、質問があるっておっしゃってたよ。質問があります、はい。筋肉を使えば使うほどそれに比例して睡魔が襲ってくるんですけど、それはどういう関係ですかね。そうですね、体がその負荷にまだ慣れてないっていうのもありますね。あー、なるほど。なので、休めモードに、もう疲れたから休めっていう指令になっちゃってるので、うん。でも、まあ、人に個人差あるんですけど、2、3週もしくは3、4週かけてくると、うん、手ぐらいで慣れてくるんで、はい。今、ちょっとずつの負荷を変えてるので、はい。そうですね、直後に眠いのか、うん。ちょっとしてから眠くなるのかで変わるんですけど。どっちともです、どっちとも。お仕事がこの後すぐなければ、はい。15分ぐらいとか、15分ぐらい寝るとか、問題はないですね。あ、わかりました。はい。それを無理して我慢するよりは、一回こう、寝てみたりとか、でも1時間以上お昼寝とってしまうと、夜の睡眠が下がってしまうので、はい。最長でも30分ですね。わかりました。ちょっとそういうのでコントロールしてみていただいて、はい。また、ちょっと、やりつつ、はい。分かりました。3、4週間ちょっと見てみます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問もありがとうございます。